はようございます。今現在6時半なんですけど、今日は卒業式なので、それの Getting Ready With Me を撮りたいと思います。休学してたりしてたので、やっと卒業です。やったー。大学は関西の方なので新幹線で迎えたいと思うんですけど、40分か50分ぐらいで準備したいと思います。それではどうぞ。それでは顔を洗っていきたいと思います。で、朝早いので今は軽く化粧していきたいと思います。スキンケアプライマーとディオールのコンシーラーを塗ります。ちょっとチークも塗っとこうか。アイシャドウはちょっと時間がないので、またついてやりたいと思います。こんな感じです。なんか朝ごはん作ってきます。はこれを使いたいと思います。赤ちゃんの弁当はこんな感じで、大人のスパおむすびを持っていきます。ちょっとタバタだったんですけど準備終わりました。卒業式でこれを着ないんですけど、なんか気持ち的に可愛い服を着たかったので、この服を着てます。もう急いでるので、タクシー呼んでいて、品川駅に帰りたいと思ってます。行ってきます。はい、到着。到着、到着。品川駅に着いたので、今から大阪に向かいたいと思います。卒業式に行ってきます。アイス買いました。大学中食べてたアイスで、本当1日に3回食べることもよくあって、好きなアイスです。最後に食べたいと思います。一口どうぞ。やっぱり美味しいです、ここのアイス。美味しい。、はい、よかったね。美味しい。ちょっと楽しみます。ということで卒業しました。おめでとうございます。ありがとうございます。髪の毛とはこんな感じで、で袴もピンクにしました。あまり自分でピンクとかいつも選ばないんですけど、なんか今回は旦那さんと友達に聞いてみて、2人とも同時にこれが似合うで、あ、じゃあこれなのかなって思ってこれを選びました。で、髪の毛はなんか全部ピンクだとなんかちょっと嫌だなってなったので、髪の毛は全部白にしていい感じにしました。こんな感じです。こっちも結構あっていい感じになりました。頑張って卒業できたので、一つ肩の荷が下りました。気にしてたこととかがすごい嬉しいんですけど。
じゃあ編集部から卒業祝いということで、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。かわいい。いろいろあって本当に濃かったと思うので、友達も結構いて、サークルにも入ったし、留学も経験したし、その今まで家族とかで住むことが多かったんですけど、海外生まれて初めて一人でアメリカに行って、初めての土地だったんですけど、そこは初めて自分でそこに住んでみたりとかして、いろいろ学ぶこともあったし、だから本当この学部選んでよかったなって思うし、友達もみんなすごいいい子で恵まれたから、なんか本当に後悔すること何一つなかったかなって思います、この学校を選んで。よかったね。この日迎えられてすごい嬉しいです。ちょっとあの友達と一緒にできなかったのだけちょっと悲しいんですけど、でもやっとなんかすごい気にしてたことであったので、やっとなんかそれが終わってほっとしてます。お父さんにも本当あり感謝してますし、いろいろな思いがありましたから今日は楽しかったでしたから、本当大学生活で、今日はしかも家族も来てくれて、妹とか妹の彼氏とかお母さんとかもなんか来てるのもすごい新鮮だし、そうだよね大学に子供がいるってなかなか、そうですね、本当一人だけなんじゃないかってぐらいいなかったけど、なんかすごいやっぱ戻ってきた懐かしい気持ちとか、いろんな思い出がやっぱり蘇りました、ここ来るとなんかやっとちゃんと終われたかなって思いますそれからも学生じゃなくなって、はい、次の学生の学生になるんですけど、はい、意気込みを教えてください。でもやっとなんかその気にしてたこととかすごいなんか肩の荷も降りたし、ちゃんと大学卒業っていうそのもらえたから、アイラブママのその専属モデルになることにもなって、やってみたいこととか興味があること見つけたので、あのもっとアイラブママを盛り上げれるようにと、他にもモデル活動できたらなって、そっちにも力をもっと入れて頑張っていきたいと思います今日もあのこの動画を見てくれてありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。バイバイ。